引きこもりの人はね、失敗するのが怖くて出ていけないの。古賀君は今その恐怖と戦ってるのよ。信じれば何だってできないことはないんだよ。あの、新しいことをやるときにはいろいろ弊害がつきまとうんだ。やめろ！今頃なんて地球やつらするなよ。部屋から出ない家族を持つ身にもなってよ。伝えられるし変えられるってこと。変わると思うよ。焦っちゃいけないんだよね。古賀君みたいな友達ができてこんなに嬉しいことはないよ。この世のすべては自分の心の中にあるんだ。